んにちは。ここは香川県琴平市 JR 四国土産線の琴平駅です。この駅もね、重要文化財かなんか、重要文化財じゃなかったかもしれないけど、なんかすごい古いあれなんですよね。で、いつからのものなのか私はよく知らないんですが、魏洋風建築っていう感じでね、ここにこう瓦屋根が並んでますけど、こっちは一応洋風の造り、なかなか面白い構造の駅ですが、ちょっとね、今回四国の旅はゆっくり最初から終わりまでしっかりとした構造の動画を作る余裕はどうもなさそうなんですが、まあ、ともかくちょっとぐらいだったらば出せるんでね、久々にやってきた四国琴平宮の、まあ、簡単な田んぼ、奥社まで行くわけでもないんですけれど、ご覧に入れてもいいかと思います。香川県といったらね、猫も杓子もみんな観光客がうどん食べてんで、こんぴらさん参りをすると、そういう風な雰囲気ありますけど、まあ、それでいいんじゃないのかなと思います。多分定番でしょうし、それが一番楽しいでしょう。ここに来たのはね、私も3回目なんですけど、こんなものがあるとは知らなかった。これ入るなって意味なのかな。多分入って大丈夫ですね。犬の糞がどうこうとか書いてある。車入れるなってことか。これですよ、これびっくりした。なんだこれと思って、こんなもんあったんですね。高道路って書いてあるんですが、1660年ぐらいに作られた、日本でも一番高い灯籠なんだそうです。いや、こんな高いの見たことがないやと思います。神社の灯籠ってね、だってせいぜいこのぐらいじゃないですか。なんでこんな高いものがあるのかって、まあ、ちゃんとそういうのは大体説明が書いてあるものでして、瀬戸内海をこう通るような船に、まあ、灯台の役割としてね、ここにこういうものを建てて、それで道しるべとしたんだそうです。琴平って結構でも瀬戸内海から離れてるわけですけど、こんなところに作って、それ見えたのかって不思議なんですけどね。もうちょっと近くに看板があるから見てみるか、読めるかな。横着しますけど、なんかいろいろ書いてあるけど、やっぱ丸亀沖に届くようにどうこうって書いてあって、別に移設したわけではないみたいですね。元からここにあって、へえ、これでちゃんと使えてたんだな。ほんと大きいですよ。だって私の背丈が多分これぐらいなんじゃない。これとそんなに変わらないと思いますからね。あの縦札は絶対私よりも背は高くて2メートルぐらいあるんですよ。いやー、信じらんないね。で、琴平にやってくる鉄道は JR 土産線だけではなくて、こちら側に琴電琴平駅って書いてありますけど、琴平電鉄っていうのかな、琴電っていうのもあります。ここがその駅のようです。私もね、ちっちゃい時に利用したことはあるんですが、高松方面までは JR よりもこれで来た方が早いのかな。まあ、それから少なくとも途中の通り道とかにですね、栗林公園とか、それから屋島、そういったものもありまして、どちらもまた有名な観光地。屋島は源平合戦、栗林公園は大きな日本庭園ですよね。昔赤い塗装をまとって東京周辺で京浜急行として活躍をしていた、そういう電車が主に使われているそうです。高松から琴平までは多分電車で1時間ぐらいかかるんですけど、実は高松空港からだと、一旦高松へ出てから琴平へ出るよりも直行のバスを利用した方が早いんですね。高松空港までここからバスで45分ぐらいで、また高松駅から高松空港までもバスで40分ぐらいとなっておりまして、ちょうどその真ん中あたりにあるんですね。位置的な関係で言えば、これを使うか、ちょっと見づらいんですけど、2箇所黒いね、丸みたいなの、こことそれからこっちとこう両方作りましたが、まあ、こっちが高松で、こっちが琴平で、空港はこの辺にあるんでしょうね。さっきからね、 JR の駅でも何でもこの9万という文字が書いてあってね、いや、もうそこら中に広告が出てるんですね。なんだろうなと思ったら、ここにその店があったから、ちょっと寄ってみるか。もっと簡便な包装もあったのにね、結構しっかりしたお土産用のものを買ってしまいました。これで515円6個入りだったかな。まあでも安いですよね。それからね、5個入りで375円でした。道端で恐縮ですけど、なるほど、お灸の形をしてるから9万なんでしょうね。食べてみましょうね。なんだろうな、こういうやつありますよ。あれだな、福岡名物のひよこ、あれに近い感じがしますね。中は白あんを黄身で練ったものだとか、そんな風に教えてもらいました。私の中での四国琴平のお土産って言ったら、やっぱね、なんだあれ、べっこう飴、なんかこう扇形の形をしたようなべっこう飴のイメージがありますけどね。あれもよく売ってる、あれ美味しいんですよ。それをきっかけにうちでもべっこう飴を作ったりとか、小学生の時にやりました。最近ではやってませんけどね。これ向こうに、ね、天然温泉、コンピラ温泉、湯本なんとかが書いてありますが、琴平ってなんか微妙に温泉が湧くみたいでしてね、なんかこの周りにも銭湯みたいなのもいくつかあるみたいでしたよ。で、そしたら朝ごはんは早速ですね、まだ食べてないので朝の9時ですけど、ここにうどん屋があるから、これやってんだろうな、これ食べよう。まあ、ここがうまいのかどうか知りませんけど、こんだけ競争の激しい四国でね、こんな古い店構えをやってられるんだから、まあきっと美味しいでしょう。まずかったらこんなに長くは続けられないはずですからね。いろいろあるけど、やっぱり安いというのが香川県の特徴でしょうか。もっと安いとかありますけどね。
ビービルはめちゃくちゃ美味しかったな。なんこれってぐらいに、ね、久々に食べましたけどね、300円だったら安いよ。まあ、これが四国の中では標準的価格らしいし、味ももしかしたら四国の中では標準的なのかもしれませんが、まあともかく雰囲気も良かったしね。旅館釣り屋の向かい側のお店ですから、まあよかったら調べるときに行ってみてください。どっちもうまかったけど、それでね、もう2杯も食べちゃったんでお腹いっぱいになりましたね。この満腹の状態で山登りというわけです。今行った2軒のうどん屋がそこでして、登り口がこっちね。ここが、まあ、表参道と書いてありますけど、正面入り口。土曜の朝から観光客でにぎわいます。前に来た時よりも随分シャレ気が出たような気がします。やっぱ四国で一番がここなのかどうか分かりませんけど、相当魅力ある観光地なんですね。琴平の駅はそんなに混んでる感じではありませんでしたが、ただそれは鉄道の利用者がそんなに多くないということの裏返しだと思われまして、通常の観光客は多分車で大勢やってきているんだと思います。で、この琴平宮はですね、どうしても上まで登るにあたりまして、まあ、こういうカゴもあって、これもまた名物でね、おじいさんがすごい辛そうな感じでお客さんを運ぶので有名なんですが、この急な石段がありまして、これが700何十段だったかな、往復で。で、それから片道で1300何段とかそういうのもありまして、まあ、なんていうか2段階になってるんですけどね。今ここの石段の入り口にいるんですが、これからずっとこう登っていって、この御本宮のところまで、700段ぐらいだったかな。そのさらに奥までこの奥社往復で2時間かかるそうです。それだけ遠いようなところで、この石段を登るのが琴平宮の、まあ、醍醐味といいますか、まあ、必要不可欠な手段となっています。で、途中の大門までか、ここまでで365段、ここまでで700段ということなんだと思いますが、でそこまで運んでくれるのがこの大門365段まで往復上り下りいくらと書いてありますが、このカゴでして、おじいさんがですね、これをこう担いでそれで人を持ち上げるという大変過酷な名物なのです。ちょっとただね、目を引きすぎるんで私としてもやりがたいところがあるんでね、おじいさんにそれにこんな健康の若者がね、カゴを持たせてというのは、いくら金を払ってもちょっとやっぱり人情としてありがたいものがあります。で、そのすぐ脇のところに公衆便所があるんですが、この公衆便所はね、思い出の公衆便所でして、私が母と前に琴平宮に来たという話はさっきしたと思いますけれど、でここでね、私の母が財布をトイレに置き忘れるということをしたんですね。で、その時に、まあ、お金が全部なくなっちゃって、うちの母もその時はまだお金を分散して旅行するということをしなかったようなので、どうにもできない、困ってしまって、さあどうやって東京へ帰ろうかみたいな時になって、それでね、とりあえずその時にじゃあ助けてあげようということで、ここだったはずなんですが、楽天総合ランキング1位獲得したんだ。あ、そうなんだ、すごいなって感じですけど、この小松屋さんといううどん屋さんだったと、確かここだったと思うんですけど、いろいろとね、じゃあとりあえず大変だからうちへ来て、なんかお昼ご飯食べるお金も持ってないだろうから、とりあえずうどん食べなって言って、ただでその時はね、うどん食べさせてくれたりとかね、それから警察となんか連絡取るまで、じゃあちょっととりあえずここにいないよとか、いろいろとね、親切にしていただいた思い出があります。ここだったと思う、違ったかもしれないけどね、もうね、15年ぐらい前の話ですから、ちょっと本当にそれで合ってたかどうかで記憶は不確かなんですが、今回もそれでね、じゃあそのお礼にと思ってそこでちょっと食事をしていこうかなと思ったんですけど、すでに食べ過ぎてしまったんでね、今回はしません。ちょっと前に来た時はそこ行ってね、お礼行ってったんですけど、その時もすでにもうその時から10年ぐらい経ってましたからね。100段目ぐらいから途端に厳しくなるもんで、こんな感じの光景がずっと続くようになります。あまりにもきついので、この辺りで100円とかもしくはなんかお土産を買ったりすると杖を貸します。で、そういうやり方があるんですよね。で、お店から杖を借りていくと随分ね、楽になる気がしますよ。確か前行った時そうだったな。参道から外れたところには時折何か変わったものが置いてあることがあります。これは総会墓館早瀬種苗と書いてありますけど、総会というのはですね、太平洋戦争終わった時に瀬戸内海にいろんな機雷が仕掛けられてまして、それでまあ触れたら爆発すると、そういうものがいっぱい仕掛けられていたんですが、まあ、戦争終わった後にもうそういったものは撤去しなければ危ないということで、それを海をきれいにする、まあ、つまりそういう機雷を取り除く作業というのがありました。で、その際には結構事故もありまして、まあ、つまり地雷処理みたいなものですけれど、海の地雷処理に失敗をして処理班が爆発してしまうということもあったわけです。ここの写真にはそれで触雷というそうですが、
それに触れてしまって、そして沈没を今仕掛けているところの MS-27 というこの船が今映っています。でこっちに MS-22 という船がその救助に来ているシーンだそうですが、このようなことが何度もあったそうで、79名が殉職と書いてあります。この写真を撮られたのは終戦からだいたい4年が経った昭和24年だそうですが、この機雷のその撤去作業はだいたい6年ほど続いたのだそうでした。全体の半分ほど下から歩いて10分ぐらいで着いたかな、大門です。私かなり早く来たと思うんで、普通だったら20分ぐらいはかかるのかな。登ってるところでね、くるりと反対側を向くと、おーとこう驚くような光景がよく見られるものです。特にちょうど今まだ紅葉してますんでね、寒霞渓の紅葉は終わったと思いますけど、まだまだ香川でも綺麗な景色が見られるんですね。いやいいな、これ実に香川県らしい、こう山に取り囲まれて、しかも山がねすごくなんていうの、絵画に描くような、絵画というか小学生があの図工の授業で描くような絵の山の形をしてるんですよね。これがね、私香川県の山で好きなところなんですよ。よし、ちょっと息が上がってきましたけど、少し平坦な道が続きますんで、息を整えながらハイペースで進みたいと思います。大門をくぐるとこんな感じで傘が5つ並んでいます。五人百姓と呼ばれる人たちで、琴平宮の伝統なんだそうですが、昔琴平宮の境内で5人だけ商売を許された人たちがいて、その人たちは私の先ほど申し上げた別光飴をここで売られていたそうです。現在もその当時の伝統をそのまま引き続いて、5人の今ここにいらっしゃる方は全員女性のようですが、それが女性のお仕事として昔やっていたのか、ただ今女性が5人いらっしゃるだけなのかは分かりませんが、ここでもまた別光飴の販売をやっているというわけです。その説明を今ね聞かせていただいて、帰りに買って帰る約束をしました。琴平宮は海の守り神みたいな、そういう風なことで知られているらしくて、あの祀られているのは大国主の御事なんですけど、だから別に特別海の神様というわけではないんですが、こんな感じでここにですね飾ってある、これはあの金、250万円を寄付されたりとか、200万円を寄付されたりとかしてるみたいですけど、あの神戸市の漁業組合、ここは全部神戸市漁業組合なのかな、そういったね、あの、まあ、海の関係の人たちからの寄付がどうも熱いように見られます。中腹まで登ってきまして、ゴールまではもう一歩という感じ。本当に本日は観光客が多いものです。あのね、前ここに来た時にね、部活の高校生がランニングでここ上り下りしてまして、さすがだと思ったもんです。もう全然当時私も同じ高校生でしたけど、全く及びませんでしたね。高能プロペラって書いてあってね、これ岩割造船株式会社、まあ、つまり造船会社がここにこういう風にして、寄贈したようですけれど、もともと使ってたんでしょうね。5000台の自動車運搬専用プロペラ真鍮製と書いてあります。やっぱこれも海の神社という感じがするものです。プロペラの裏側を見ることってあんまないんですけど、これをこっち側にこう接続して動力軸をぐるぐるぐるっと回して、それで推進してたんですね。へえ。お願い事の一覧が書いてあります。こういうお願い事っていうのがあるんですね、知りませんでしたけど、あのお願い事の種類ですよね。家内安全、商売繁盛、交通安全、そのぐらいまではいいんですが、会社繁栄、会場安全、大量満足、まあ、役払い、身体健全、学業成就、工事安全、工場安全、園芸豊作、養園成就、母子平安、闘病併有、選挙必勝、出願、心願成就、公中安全。へえ、私が初めて聞いたのは選挙必勝とかね、園芸豊作とか、大量満足とか、そんなのあるんですね。いろいろあるんだな、知りませんでしたよ。もっといろいろあるのかもしれませんね。とりあえず基本役払い以外は四字熟語になっているようです。万の汽船株式会社、土佐、カツオ、県じゃない、カツオですね、カツオ漁業協同組合、さっきの神戸市漁業協同組合、これは楠木田水産というものかな、漁業部とかね、いろいろやっぱり漁業グループ、とにかく海関連の商売の、その方が目指します。この表書院というのが重要文化財になっているそうでして、これか、桃山時代とかそれぐらいからあるんだそうです。確かに言われてみれば、つっても正直よく分かりませんけど、見ただけではね。でももうこの辺りは特にそういう戦乱とかも上までは登ってこなかったんでしょうね。いや、江戸時代中期建立って書いてあるぞ、どういうことだ。ちょっと安土桃山時代なのか江戸時代のやつなのかよく分からないんですけど、ともかくここの奥に襖絵があるそうですが、その絵を描いたのが丸山応挙っていう読みで合ってると思うんですけど、丸山応挙って人ですね。あの受験生の時にね、やりましたよ、この絵を描いた人が丸山応挙。懐かしい。確かになんか勉強した記憶があるな。これもう半分忘れてますけどね、受験生の時のことなんて。
でもやっぱねそういうところから思うに あっちこっち旅行してると日本史、まあ世界史も世界中旅行すりゃそうなんでしょうけど得意になりますよ。私が日本史がある程度受験の時にもできたのもね旅行してあちこち見てたおかげだとは思うんですよね。まあ、そんなにだからつって詳しくよく分かってるわけじゃないですけど多少学校の勉強と関連するのはやっぱ地理歴史、そういったところがね学校の勉強と旅行と、有利に働く点かなと思います。でもなんだかんだ途中に見どころがありますんでねこの階段700段も全部一度に登ったらきついと思いますけど見物しながらそれが休憩を兼ねますのでなんだかんだちょろかったですね。本当に上の上まで行くとさっきちらりとね大門のところから下の景色が美しく見えましたけどもっと後半に景色が見えるはずです。ところがねさっきまでよく晴れていたんですがだんだんこう雨が降ってきましたから青空は見えるんですけどねちょっと残念だな。そうかそうだそうだそこにある階段それが本当に最後の最後なんですよね。これを登りきれば一番上だったかな。随分山も深くなってきたけどでもこういう風な雰囲気になったらもう終わりは見えています。ここが琴平宮の奥社じゃないや本宮なわけですがまだここは道半ばでしてもっとさらなる奥にですね奥社というものがあります。この倍ほどの道のりをずっと進んでいくとあるそうなんですが私も今まで一度も行ったことがありません。琴平宮には3度来たことがありますが一度も行ったことがありません。今回も行こうか考えましたけどちょっとね奥まで行くっていうのは時間的に非効率なんですよね。でもここまで登ってきたらあと半分だと考えると行こうかなという気もしてくるんですけどといろいろ悩んだ末にでも今回もやっぱりやめておこうかな。これからね岡山まで行ったりとかしますし今日はまだまだ一日が長いのでちょっと疲れをね体に溜めておくのはちょっと避けておきたいなというのが正直なところなんです。参拝はしませんでしたけど見学料だと思ってお賽銭だけは少しは納めてくることにしました。あとごめんなさいこの寄付のやつですけどさっき200とか言いましたけどこれ1ですよね。すいませんでした。でまた大門のところを抜けて境内の外に来たのかなつまり境外というんでしょうか分かりませんけど五人百姓、まあ、こんな感じで売ってらっしゃるわけですよね。そこでまた買ってきました。買ったらはそのうちの1人から当然買うわけですけれど他の方もこっちにお辞儀されたんで、まあ、どなたから買っても別にそれは一緒なんでしょうね。売り上げとしては誰かの取り分とかそういうことはないんでしょう。これですけど飴の他に飴というか砂糖の他にですね柚子の油が入っておりましてでちょっとだけほのかにね爽やかな香りがしてきます。で砂糖のなんていうんですかベーコン飴じゃなくてなんだっけ何飴っていうのか忘れちゃいましたけどべっこう飴かそれでね5枚入りで500円だから高いと思うかもしれませんけどちょっとね大きいんですよね一つがだからそれを砕いて少しずつ食べるという食べ方をするわけですのでちょっと汚いんだけどさっき買ったらねまた試食用のやつをよかったらお帰りにどうぞってくれたんで口の中にあるんですがわかりますね。こういう風にこう小さく砕いて食べるんですよ。一個一個はもうちょっとこう出島みたいな形をしてるわけですけどバームクーヘンみたいな形かな。だからかなり量ありますよ5枚入りでも。すごい混むな。朝一番ってほどではないですけど私も早く来てよかったですよ。サンライズ出雲号じゃないサンライズ瀬戸号に乗って9時ぐらいに着きましたけどギリギリ混雑を見せ始める直前の時間帯に来ることができたという感じだったかな。なんだかんだやっぱりねこの一番下の表参道のところから本宮のところまで往復で1時間はかかりましたね。いや私は若いから早く行って来られるだろうまあ40分もありゃ十分思ったらダメですね。途中見物する時間もあるしなんだかんだやっぱり時間がいろんなところで取られるものです。うどんの食事とかも全部合わせると琴平の見物には私結構ハイペースで行ったと思うけどそれでも2時間半ぐらいは要しましたかね。もうあと20分で特急の南風号が出る時間です。これで岡山まで向かいます。まあ、ちょっとそっちはねまた鉄道チャンネルの方の都合なので多分次に動画出すとしたら愛媛県の宇和島とかになるかな。急に飛んじゃって悪いんですけれどすいませんそこのところはご了承ください。上から下が見えるのなら下から上も見えるわけでして実際核のごとく見えます。これとそれから多分こっちかな展望台みたいなのがあったのはねここから多分見てたんでしょうね。あーこっちもなんかあるな。ちょっとどこまで深くなってるのかよくわからないんですけどまあ大体こんな感じでした。もうあとあそこの角を右へ曲がれば琴平の駅に戻ります。ご視聴ありがとうございました。